瀬幸美、松岡美里のもしかは。こんばんは、早瀬幸美です。こんばんは、松岡美里です。もしかは第31回がスタートしました。イエーイ。この番組はどんな無茶ぶりを受けてもめげずにめげないよ、めげないよ。どんな無茶ぶりを受けてもめげずに常に笑顔でお届けする超ポジティブ型可愛い系映像バラエティ番組です。お願いします。お願いします。噛んでませんけど。噛んでません。何もね、なかったですけど。何もなかったね。いや、ちょっと今回はね、そうだね、我々話したいことがね、いやあるんですよね。そうだね。そう、いや、ここ横にね、いらっしゃるのがね、罰ゲームの女王でした。そうなんですよ。あの前回ね、マスクピカ、なんだっけあれ、ゴッホのね、マスクをね、うん、あの罰ゲームでいただきまして、うんうん、あれをね、つけて1日過ごさなきゃいけないっていう過去最悪の罰ゲームがね。重すぎよ、本当。重かったね、あれ。そうだよね。いや、重かったよ。で、あれを私は結構ギリギリまで、うん、この収録日のギリギリまでやってなかったのよ。なんかやってなかったっていうか、脳からちょっと抹消してたの。いや、すぎる。絶対抹消してたよ。そしたら松岡が、ゆきみちゃん、罰ゲーム大丈夫そうって来て、あ、そうだ、あれやんなきゃと思って。そしたら松岡が、何日空いてるけど、一緒にどっか行く、あれも兼ねて、みたいなことを言ってくれて、うんうん、だから、あったんだよね。その時私、いい子だな。めっちゃいい子だな。いい子よ、本当に。私、いい子だな。そう。で、その罰ゲームとプラスで、そうそうそう、あのマッサージもね、兼ねてね、行ったんですよ。前回だっけ、なんかさ、あれだよね、須崎西の時に、あ、そうそうそう、あのちょっとマッサージ、いかがわしいお店がマッサージにはなんか多い気がして行けないって話を。マッサージ怖すぎ、怖すぎ。どれが大丈夫な店で、誰が、そうそう、どれが大人の店かわからんわからんってなっててそうそう、だからね、とりあえず1個行ってみようって話になったんだよ。そう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 、 そう、それで、まあ、マッサージ店の代表格、うん、テモミン、あいつ、あいつとか言ってない。あの、立派な企業さんでございますけど、もう大手のね、そう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 、ね、まず行ってみようって、一回ちょっと調査しに行ってみようみたいな。調査で行ってみたんですけど、調査も罰ゲームも兼ねて行ってみようってね。で、まずね、ちょっとマスク、うん、話をしたいんだけどさ、まずさ、待ち合わせするじゃん。あの時はまだあれだよね、つけてなかった。え、そうそう、なんか普通のマスクでいて、だからゆきみちゃん、あのゴッホのマスクつけてくると思ったから、うん、どこにゆきみちゃんがいるかわかんない。あれを目安に探してた。そうそう、ゴッホを目安にゆきみちゃんを探してたから、うん、そうそうそう。そんでさすがに一人じゃあれはつけらんないから。あれはすごいですね。で、松岡と合流してつけたんだけど、うん、もうなんかね、常になんかこういう感じで歩いてた。私ここにあのマークがいたから、今ちょっと髪の毛があれなんでできないんですけど、下ろしてて常にこういう感じで、ゆきみちゃんずっと傾いて歩いてたから、隠したいから、ずっとこれで歩いてて、そうそうそう、ずっとこの状態だったんだよね。だし、私そう、変な人連れてるみたいな。あの子供とすれ違うのがめっちゃ怖くて、子供って素直じゃないですか。うんうん、あ、気持ち悪い、マスクつけてる人がいるとか言われたら、私メンタルやられるから、もう子供とすれ違う時毎回なんかこういう感じでねえとか言って、急に顎に、急に顎にこうやってね。松岡基本さ、私のさ左をさ歩いてたからさ、うん、左からは全然普通のマスクなんです。めちゃくちゃ普通のマスク、全然大丈夫だよとか言うんだけど、うん、こっちからの景色がさえぐいからさ。そうなんだよね。で、ま、それをね頑張ってね、うん、松岡といる時は大丈夫だった、うん、あ、ちなみに私はつけてません。つけてません、ね、絶対につけません、あんなマスク。そう、松岡も一応ねもらってたんだけどね。でも手もみね、うんうん、でもどうでした、手もみ。手もみさ、よかった。よかったです。よかったですよ。よかった。なんか、うん、私偏頭痛みたいなのがあるのかな、うんうんうん、私もあんまりちゃんと自覚してないんだけど、それを言ったら、あ、じゃあここですねって言って、ちゃんと首筋をさ、うん、やってくれて、すごかったね。そう、めちゃくちゃ良かった。ピンポイントでね。そう、めっちゃ良かったんだけど、なんか椅子があって穴の開いた、うん、なんか顔の部分にね、ドーナツ型のクッションみたいなところに顔をうずめて、うん、で、なんかここマッサージしても、そうそうそう、首筋マッサージしてもらうみたいな感じだったんだけど、そのさ、多分うずめてる時の私の顔面多分ものすごいんだよ。いや、あれね、めちゃくちゃ潰れてるんだよね、顔。しかも何が面白いってさ、2人で並んでさやってたじゃん。やってた。なんか個室だから別々かなと思ったら、うん、なんか2人のこの椅子がこう並んでる、うん、なんか
セットの部屋みたいなさ、それられてさ、こうやって2人してこうやってやっててさ、めっちゃシュールだったよね。なんかゆきみちゃんの施術とか私聞こえるの、そうそうそう、この辺が凝ってますね、大丈夫ですか、とかゆきみちゃんのやつ聞こえてきて、こうやってるけどさ見えないんだけど、そう、頭痛いですかとかさ気まずかったのある、あれ気まずいね、そうそう、でいやでも素晴らしかったですよ、素晴らしかった、そうそうそう、素晴らしかったっていう話、いやテモミンは、うん、いいマッサージ店でした、いいマッサージ店でした、うん、すごい良かった、そこだけはちょっとお伝えしたい、そうだね、お礼がないように ねだからでもさ、テモミンさ帰る時にさ、いつも受付してくれたさお姉さんがさちょっと半笑いでさ、今日はお買い物ですかなんかあのマスクつけてることさ、つけてると忘れちゃうんだけどさ、そうそうそう、いや客観的に見てここに気持ち悪いやついるからさ、確かにあれちょっとバカにされてたんだ、半笑いでお買い物ですかって聞いてた、それはつまりどう見たらショッピングする人に見えんだと思ったけど、ね、そこが多分疑問だったんだろうなと思って、ね、お姉さん、そうそうそうだよ、でもね、いいマッサージ店だった、うん、いい一日でした、あれは、はい、素晴らしかったです、うん、素晴らしかった、うん、そう、手もみは安全ですよっていうこと伝えた、あとあのマスクは良くないですよってことをねお伝えしたね、はい、我々が伝えたいことは以上です、ね、以上ですね、はい、ということで参りましょうか、そろそろちょっと話しすぎちゃったんでね、そうだね、そろそろ参りたいと思いますということで今回もめげずに可愛く頑張っていきますので、皆さん最後まで目をそらさないでくださいね、せーの、よろしくお願いします。この番組はシーサイドコミュニケーションズの提供でお送りします。松岡美里のもしかは、まずはこちらの企画から参りましょう。やはり私のイラストの出来には無駄がある。ちょっと噛んだな、いや、なかったなかった、何もなかったですけど、無駄はないよ、無駄があるんだよ、はい、はい、お絵描きのコーナーです、はい、出されたお題の絵を制限時間10秒程度で描き、描けたイラストをディレクターさんに見せて、うん、よりソウルをね感じたかどうかをね判断基準に勝敗を判定してもらい、はい、負けた方は地獄ガチャを回さなければなりません。ありますよ、こちらにソウルだよ、魂ね、魂ね、さっきからずっとソウルポーズにゆきみちゃんしてるんだね本当にソウルなのそれ感じていただければそうだ、ソウルだからね、出来じゃないから、そう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 、うん、あ、そうとか言いながら言いたくないソウルに聞こえちゃう、恥ずかしいやつ、もう、はい、やるか、やっていきますか、ここ、ね、お題はねボックスから引いていくんで、はい、いきますよ、これお題大事よ、大事だよ、待って待って、すぐ始まるからね、あんた、あ、すぐ始まるだから、これいくぞ、はい、ソウルソウル、でででででででーん、ソウル、こちらナルシストくん、はい、なるほど、あ、私今日ねすごいね、うん、いいかも、待ってまださ全然立ってないのに、あ、今日すっごいいいかも、あ、あ、はい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 、あ、今日めっちゃいいかも、いやでも私も来てるよ、よし、よし、あ、どっちから行く、松岡から、あ、私からか、お、じゃあ君ちゃんから行く、じゃあ私からイラストいきます、ナルシストくん、こちら、あら、ああ、これいいんじゃない？いや、でも確かにいいと思うんだけど、うんうん、あ、そうね、じゃないかな、ソウルってね、うん、書くところがあざとい、ああ、いやちょっとね、これがどういくかだよね、いやでも私一個ポイントあるんで、はい、いきます、私のナルシストくん、こちら、ででんでんででん、ででんでん、わー、鏡持ってるの、あー、小物か、うわー、小物か、鏡を持ってるんです、成長したじゃん、で、成長師匠成長したじゃん、あんたやっぱりナルシストは鏡を持って常に自分と対話をするんです、なるほど、あ、でも見て、私ここにキンキラキンいるから、キラーンっていうの、キンキラキンなんて私もいるし、キラーンっているから、あと私の小物的にはサングラスっていう、いや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 、どちらがナルシスト感があるか判定してもらえますか、判定をお願いします、やった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 、やっぱり鏡ですか、いや、あのソウルって書いたのがいらない、そこ攻めてよかった、そこを攻めてよかったぞ、そういう下心がね見えちゃうんですよ、あざといね、これは毎回引くやつだもんね、そうだね、あ、そっか、本当に嫌だな、地獄ガチャだからね、
いいもの入ってるわけないよ。いいの入ってない。はい、じゃあ行きますよ。ゆきみちゃんガチャガチャ大好き。なんでそう、ガチャガチャはね、大好きな。お、ちゃんと出ました。お、音鳴らなくなったね、それ。本当だね。あ、なになに、めっちゃどんなテンション感のが来るね、そうそう、一回ね。お、あ、こういう感じね。お金くれたら考えると小悪魔的な感じで言いなさい。あれだわ、あのおまけコーナーのやつだわ。あ、似てる。そう、いつもね、我々こういうのやってるんですけど、おまけコーナー。よし、ゆきみちゃん得意そう。よし、もう行くぞ。いいね。判定とかないんだもん。それが一番きついんだ。ゆきみちゃん拍手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 。どっちもきつい。はい、行くぞ。はい、ゆきみちゃんのセリフまで3、2、1、どうぞ。もうお金くれたら考えるけど。ありがとう。素晴らしい。今はどういうシチュエーションでしたの？やめてください。もういいです。もういいですから。もういいですから。いや、きっついぞこれ。これ絶対やりたくない。これ絶対やりたくない。これあのさ、余韻がすごい嫌なんだけど、笑いすら起きないのが一番きついんだよね。次いきますか。はい、いきます。デデデン、ナマズくん。おナマズくんでしょ。ナマズをさ、そもそもさ、そんなさ、うん、目にしないよね。ほんと、私よく目にするから。あ、マジじゃん、うん、強いじゃん。強いよ結構。でもくんだからはい、私なりのナマズくん完成しました。ほんと。はい、じゃあどうしますか。私から行こうかな。はい、松岡から。私のナマズくん。ナマズくん、こちら。でででーん。うわー、ナマズくん。確かに。いや、これはね、結構自信あるんですよ。いいね。いや、私、うん、水族館、おじいちゃんとよく行ってたんですけど、うん、ナマズのとこだけ5分ぐらいずっと、他1分とかなのに5分、5分も短いな。ナマズに何かを感じてたのね。ナマズの顔面だけずーっと見てた。これは結構自信ある。あ、幼少期からナマズを見ていた松岡だからこそ。うわ、ナマズの女なんで。わかりました、ナマズの女松岡を、うん、じゃあいいですか、ゆみちゃんのナマズ。はい、いきます。こちらです。こちらです。こちら、ナマズくん。え、あのさ、一回いい、一回いい。この松岡のは、うん、ただのナマズなの、うんうんうん、でも私はナマズくんなんです。なんでだって、ここに手足が生えてるんですよ。ちょっと待って、そういうこと。それだからくんってことは、そうそうそう、キャラクター化してるんです。やばい、納得してる。そうなんです。ディレクターさんが納得してる。やばいやばいやばい、ま、どうしようどうしよう。そうなんですよ。これ、ただのナマズの模写です。ちゃんとキャラにしました。私ゆるキャラっぽくしました。リアルなナマズはこんなんじゃない。これ着ぐるみにできますよ。これが、いやいやいや、もこれキモすぎます。首長すぎます。こんな子供泣きますから。いや、判定してもらいましょう。そうだね、判定してもらおう。じゃあお願いします。なんでですか。やったほら、そうですよね。え、納得してたじゃないですか。体の半分以上、ね、そこのだってさ、おひれみたいなとこは体なんでしょ。うん、だからもういいよ。もういいよ。うわ、きついな、これ。かますんだ。え、きつい、これ。これきつい。いや、さっきのあれがまた始まるわけでしょ。そうだよね。はい、ね、それ、ね、あれだ。あの、あ、いけない。あの、回す。あ、オッケーオッケー。壊した？これ？これ？あ、それでコイン入れんの。あ、これでコイン入れんの。そう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 。あ、入った入った入った。さすが。でしょ、私高いよ、ね、だからさ。はい、出ました出ました。どんな罰ゲームだろうな。いや、本当に嫌だな。うわ、セリフだ、絶対セリフだ。うわ、待って、無理。自分に声優としてのキャッチコピーをつけなさい。うわ、これ一番きつい。待って一番きつい。やった、ゆきみちゃんのキャッチコピーまで。待って待って、どうしようどうしよう。 HI なんでもやります。あ、ゆきみちゃんの綾瀬ゆきみです。何でもやってくれます。彼女は何でもやりますよ。素晴らしい。何で投げちゃって、これやばい、ものすごい遠くまで行った。ダメだね、これ。めちゃくちゃ投げたね。こういうパターンあんだな。え、待って、これきついよ。絶対負けたくない。いごいご、次行くか。てか、そうだよ、これうまさじゃない、ソウルだ、ソウル。そうだ、忘れてた、うん、魂を感じられた方だよね。いきます。デレベレレン、ちょい悪おばちゃん。おばちゃん、おばちゃん、ちょい悪おばちゃん。しかもちょい悪でしょ。なるほどね。え、待って、ごめんなさい、なんか誰に謝ったんだよ。
難しい。あ、ちょっとこれ各方面のおばちゃんに喧嘩を売っちゃってるかもしれない。確かにそうだ。待って、私でもいい感じになったかも。はい、あ、いいよ、これちょい悪おばちゃんだわ。本当に？じゃあ私、どうぞ。ゆきみちゃんから言おうか。私のちょい悪おばさん、こちら。あのポイントポイントポイントはポイントはこれまずヒョウ柄です。ヒョウ柄、はいはいはい、でこれタバコ、あ、小物、小物ちゃんと入れてます。小物入れたね。もうちょい悪じゃないこれ。確かに確かに。よし、これはね、これです、これです。なるほどね。そうそう、ヒョウ柄、タバコ、うんうん、こちらがちょっと私なりのちょい悪おばちゃん。まあ確かに、うん、そうは言える、うん、私もでもちょっとかぶったかもしれない、はい、私のちょい悪おばちゃんこちらです。あー似てるね。でもちょい悪じゃない？あー、パンチパーマが。そうなの、そこなの。やっぱおばちゃんね、このパンチパーマと薄い眉毛、うん、眉毛薄いね。薄い眉毛、うん、このあと紅ね、紅、引いてる紅、真っ赤のやつね。そう、きっとこれは赤いよ、ね、しかもサングラスがちょっとあれだね、うん、そう、そのなんか水泳のゴーグルみたいなやつ。わー、でも待って、うちは小物とあの服で勝負してますから。いやいや、私はこのね、鼻とか表情も全部込みなんで、そうそう、ぜひ判定をお願いします。やった、小物ですか？嘘でしょ。そんなに、これは絶対金を巻き上げるタイプの。そんな悪くないよ、絶対違うよ。家賃払えしか言わないよ、絶対。違う、ないですよ、絶対前回。もうなんで、ちょい悪だからね。めっちゃいいと思ったんだけどな。ほら、いけ、私引くのこれ。いけ、もうやだよ。いけいけ、もうやだ、なんかもう手しびれてきたし。うわー、何かな、何かな、何かな、何、もう怖い。でどういう系なんだろうな、ね、あ、なんだろう。お、自分が思う一番可愛い表情を見せなさい。だときつい、きつい、昭和を生きる女ですから。じゃあいきますよ。待って、松岡の一番可愛い表情いきます。3、2、どうぞ。さあ、次行きますか。次行きましょうか。次行きましょう。ラスト。ラスト、これもうやだ。何にもね、なかった。大丈夫よ。もう今のところでカットしてほしいの。うん、今のとこをカットしてほしい。この角度なんだね、松岡で。もういいよ。いじらないでいいよ、もう。はい、行きましょう。はい、最後。裸の王様。あー、はいはいはい。なるほどね。あれさ、裸の王様ってどういうお話だったっけ、結局。え、そこからなんかさ、結局何も履いてなかったみたいな。あ、ちょっと。あ、よっ。あ、なんでやばい、やばい、絵描いちゃった。やばい、絵描い。これやばいかもしれない。ゆきみちゃんにやばいよ。本当にやばいよ。本当に。コンプラ的にアウトかもしれないんだけど。あ、じゃあそれ後にしよう。はい、まずなんかの。いきますよ。私の裸の王様。こちらです。ああ、なんだなんだなんだ、裸のなんかコックさんみたいな。そうだね、あの頭何それ。これ王冠、王冠、王冠で、うん、パンみたいになってます。でも王冠だから、うん、そうだね、そう、書きたかったのは王冠だから、ソウルを ね、でもこのさ、あのズボンとかさ、パンツとかさ、うん、こんな感じだったと思うの、裸の王様って、うんうん、そうだったっけ。うん、そうなの、そうなの、結局履いてたんだっけ、ちゃんとパンツは履くの。それは分かるの。やべえかも。やばい、本当に。カズさん、一回あのディレクターの方に見して大丈夫かどうか、それでもう、もしかしたら勝ち負け決まるか。あの、これ、あの、ハテナ、ハテナなんです、これ。じゃあ、モザイク。まあ、そうなんです。だから、セーフですよ。見せることはできると思いますけど、まあ、勝敗は。じゃあ、行きますよ。私の裸の王様、こちらです。この違ってます。モザイクをかけたかったんだけど、それ本当にモザイク、時間がなさすぎて、だからハテナを描いたの。これ引きは引きでダメだよね。なんか引きはなんかさ、うん、モザイクに見えない、ね、モザイクに見えないから。違うんですよ、これ裸の王様だから、うんうん、聞こう聞こう。やっぱ裸、あの、まあお話的にはパンツ履いてたかもしれないんだけど、うんうん、やっぱり多分履いてなかったと思うの。あれは絵本だから一応履かせてただけで、子供用にね。実際は多分本当に裸だったと思うの。でもやっぱさ、リアルじゃん、それだと。リアルだね。だから私はちゃんと自主規制をかけました。とんでもないおじいちゃん。だからちゃんとストーリー
類に忠実です。私は裸の王様っていうタイトルに忠実。でも私はちゃんと写せます。パンツ履いてたら裸じゃないですか。はい、こちらを踏まえてどうぞ。よっしゃー、やったねやっぱパンツは履かせなきゃそうだな。いやこれだってこれシーサイドにこれが残るのがそもそも嫌な。だってこのスケッチブックいろんな人にさ使われるじゃん。そうだよ、他の人が見るよそれね。いやもう松岡って書いてこう。なんでやねん私が書いたみたいに、私みたいになりました確かに。もうはい、ガチャ行こう、ゆきみちゃん。ほんとにやだ、3-1じゃん。だってやった。いや今日はだいぶやりましたね。ゆきみちゃんが背負ったね。あ、やべえこれ、あ、やべえ、あ、やべえ、壊したやべえ、多く入れてこれ、あ、いけたいけた、よしよし。うわー、やだ、ほんとにやだこれほんとにやだ。何何かな、気楽だよね、あんたは。気楽だよ、いいよなあ、なんだこれ。3秒でもしかわポーズを作りなさい。3秒。はい、もういくよ。はい、3-2-1どうぞ。おかわりもう本当にやだ。3-2-1はい待ってこの顔なに、わーって、もう一回か、全然納得してもらえない。3-2-1もうやだ本当に、ね、怖い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 、やめましょう、閉めてください、閉めてください。怖い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 、なんか私まで怖い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 、なんかトイレ行きたい。はい、ということで、そうですね、はい、お時間がね来てしまいましたようでね、いやすごい時間だったね。そうだね、なんか、もういいよ、閉めよ、閉めよ閉めよ、何もなかったから。以上、私のイラストの出来にはムラがあるでした。ありがとうございました。増えてた。早瀬ゆきみ、松岡美里のもしかは。続いてはこちらの企画です。はい、相方のことは大事に思っているけど勝負は勝ちに行かなければならない。なんか久々だな、ね。はい、こちらはですね、番組特製無茶振りカードを使って行うバトルコーナーです。はい、私たちの手元にはそれぞれカードが7枚ずつ配られています、うん。そのカードには大喜利、モノマネ、滑らない話などいろんなお題が書かれており、うん、自分のターンになったら相手にやらせたいものをチョイスします、うん。相方がそのお題をうまくこなすことができなかったらダメージを1与えることができ、うまくこなされてしまった場合はノーダメージです。先にダメージを2食らった方が負けとなり、罰としてダメージを食らったお題の中から勝者が指定したものはもう一度やらなければなりません。はい、はい、この地獄のコーナーがっていうね、っていうね、ゲームがあるんですよ。あるんですけれども、はい、ちなみにノーダメージだった時の判定音はこちらになります。わー、これいいよ、いいね、素晴らしい。はい、そしてダメージを受けた時の判定音はこちらです。これ非常に嫌ですね。これ非常に嫌ですね、聞きたくない。とりあえずやっていきましょうか。やるか、やっていきましょう。いやー、今後はでも見ていいんですよね、見ていいですよね、見ますよ。うわー、なんで、ほう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 、待ってよ、うわー、きっつ、あー、きつ、あー、はい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 、おー、ほう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 なにこれ、ほう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 、何の内容もないやつ。でもそうなんだよな、自分に合ったとてよね。なるほどね。うわー、きついなこれは。でもね、松岡にね、ぜひやっていただきたいのがね、ある。なんかすごい嫌な予感する、それ。いや、これはね、あんたしかできない、すごい嫌な予感する。何、いきましょうか。やるか、いきましょう。成功高校決めるか、いいよ、うん。最初はグー、じゃんけんぽい、あいこよ目つぶってたからね、あいこでしょ、やったー。待って、よく考えて、私先行にしたら私が無茶振りを先にする、私が無茶振りを先にするから、先行で、先行で、はい、先行で、はい、もうここでさあ決まるようなもんあるよ、これ大事だよ、正直、本当に大事だよ。よし、はい、じゃあゆきみちゃんには最初ね、もうなんか導入として、そうそうそう、これをやってもらおうと思って、はい、いきます。はい、じゃじゃーん、なんや、萌え声、はい、とっても
萌え萌えな声で1から10まで数えなさい。萌え萌えな声だったらノーダメージ、萌え萌えな声じゃなかったらダメージ1。どういうこと？セリフじゃなくて。そう、数える。やっぱさ、こう皆さんちょっとお忘れかもしれないけど、声優なんですよ、うちの早瀬。そうなんです。そうなんですよ。あんたも声優なんですよ。そうか、そうか、そうなんですよ。だからそう、やっぱ萌え声ね、うん、できたらいいじゃない。いいね。強いじゃない。せ、うわ、数字を数えるの、萌え声で。わかりました。どういう意図かわかんないんですけど、怖いな。全然いい感じに強弱つけていない。うわー、そのいい感じが一番さ、いい感じわかんないよね。適当な感じでだ。わかった、適当にね。適当に、ね、適当じゃダメなんだけど。よし、いきますよ。ゆきみちゃんの萌え声まで3、2、1、どうぞ。1、2、3、45、6、7、8、9、10。怖いもの。マジで怖かった。怖、誰も助けてくれないんだよね。いや、私も孫になっちゃった。どういう感情でやればいいのかも分かんないしさ。やばいな。あれは何ができて拍手だったの？わかんないけど、もうとりあえず良かったってことですよね。そうね、良かった、なったんだもんね。一回この空気からちょっと逃げたいので、次行きたいと思います。どうしようかな。怖いな。いやね、いや。何？あ、でも黒歴史。え？いやー、でも、まあまあ結構黒歴史は聞いてますから、いいでしょう、これは。よかった。よし、これにします。何？これはね、ぜひ。あ、でもこれ最後に取っとこうかな。え、何？最後に取っとこう、これ。何悩んでんのさ。よし、不安になるからやめてくれ。こちら、何？モノマネ。え？このカードを使用する人が指定したお題でモノマネ、似ていなくても OK だが、頑張っていたらノーダメージ、頑張りが足らなかったらダメージ1。頑張ってたらいいんです。頑張りね。頑張り、分かった。これすべて、前さ、松岡にやらせたのはさ、トトロだったよね。メイちゃんとかそのあたりだったよね。メイちゃん確かにやったな。確かにめちゃくちゃ遠い記憶なんだけど。そうだよ、ね、やっぱりみんなが知ってるやつの方がいいと思うの。何で、いやでもミッキーとか行くとちょっと分かりやすすぎる。いや確かに、それはもうみんながやりすぎ、みんなやりすぎてる。だから絶妙にみんな知ってるけどやってないラインを。どういうこと？いきます。あのクレヨンしんちゃんのマサオくん。いや、みんな知ってるけど確かにやってないよね。やってないの。できるよ。できないからでしょうよ。今の A でポテンシャルを感じた、マサオくん。あれ、わかる？あのおにぎりみたいな。わかるけどさ。そうそう、いきますよ、じゃあ松岡の。マサオくんまで下ろしてね、マサオくんを。マサオさん。いきます。マサオさん下ろしてください。いきますよ。3、2、1、どうぞ。しんのすけくん、坊ちゃん、僕もう無理だよ。もう頑張ってた、頑張ってた。まさおさん、まさおくん、しんのすけくん、しんちゃんだよ絶対。しんちゃんって言ってるの。あんま仲良くない。まさおちゃんはしんちゃんのことなんて。しんちゃんですよね。しんちゃん、しんのすけくん。ちょっと距離あった。ちょっとまだ仲良くなってない。初期の頃かもしんない。初期バージョンのまさか初めて会ったぐらいの頃かな。僕も無理たい。なんかあったのに、ね、もう無理もう無理。なんか大丈夫、でもダメージゼロだから。ゼロだもんね、うん、防いだもんね。防いだ防いだ。今のところ二人ともダメージないから。もうしんちゃんからお声かからないよ、私。敵に回したよ、完全に。頑張った、頑張った。頑張ったね。もう次行こう。次行きましょう。ああ、怖い怖い怖い。もうどうしよう、そんな。じゃあ、はい。結構私今ので割とダメージ負ったんで。うわ、ギミちゃんには、ダメージを、ちょっとだけ、まあでも、そんなあれ、やばくないよ、うん。ちょっと軽めのね、信じてるよ。いきます。信じてる。っていう話。滑っても滑らなくてもどっちでもいいので、近況トークをっていう話ですで締める形でお話ししてください。うんうん、うん、話がスムーズだったらノーダメージ、ガタガタだったらダメージ1。っていう話。そう、スムーズであればいいんだよ。そうだね、だって滑っても滑らなくてもいいの。そう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 、近況トーク、これだからボーナスかもしんないよ。そうかもしんないよ。どっちでもいいんですからね、そこだけを。
ちょっとやっぱ頭に入れていただく。なんでそんな。そうだよ、なんかいつもお題に忠実なんだよ、セクターさんは。判定をちゃんとね。そうだね。正確にね。じゃあいいですか、ゆきみちゃんのていう話まで。3、2、1、どうぞ。私オーディションのね、会った時とか、いつもカラオケでセリフを練習するんですけど、その日もね、カラオケで練習してて、で、最初に店員さんがさ、持ってきてくれるじゃない、飲み物。そう、それで、私はそれが来るまで待って、それが行った後に練習してたの。そしたら、なんかわかんないけど、その日は、すっごい見られて、すれ違う人たち全員に。なんかこうやって、こういう感じですれ違いともに絶対見られるの、で、え、なんでだろうってめっちゃ漏れてんのかなと思ったけど、いや、なんかカラオケだから そんな漏れることもないよな、ね、マイクも通してないしと思って、で、2時間ぐらい練習し終わって出ようとしたら、そのドアが半開きだったの、だから店員さんがその出たタイミングで多分こう完全に閉まってなかったんだろうけど、だからもう常に筒抜けだったわけよ。しかもその時のオーディションのセリフがなんかめちゃめちゃ情緒不安定だったんだけど、くさーとか喜怒哀楽揃ってるじゃない、オーディションの原稿って。だからで、さらにちょっとこう情緒がヤバめなキャラクターだったから、多分あいつはすごいいろんなストレスを抱えて日々頑張ってる人なんだろうなっていうのを、多分すれ違いざまにいろんな人に思われたんだろうなっていう話。おスムーズだったでしょ。スムーズでしたね、ありがとうございます。まあ、滑っても滑らなくてもいいんだもんね、そうそう、何の面白みもない話でした。別にいいんですよ、それでいいですか、それでいいんですよ。なんでそんなさ、何の面白みもなくていいんだから、ね、そうだね、そうだよ、え、今回良くない、うちは良いね、あんたの番だよ、次次私、私が食らうの、あんたが食らうよ、どうしようかな、はい、じゃあこれにしましょう。あ、でもこれも正直ダメージは多分あんた負わない気がするけど、聞きたいからこれやります。何？歌唱同様、シャボン玉の1番を熱唱、熱唱できていたらノーダメージ、熱唱具合が足らなかったらダメージ1。シャボン玉得意分野でしょ、シャボン玉と。あ、それか、咲いた、ね、咲いたは違いますよね、それはチューリップ、惜しいけど咲いてないから、咲いてないのね、どっちがいいですか、得意分野ですからね、いや、私それが一番緊張するんだってば。ドア閉めてくれて、うるさいから、そうそう、いや、そっか、そっか、見られちゃうから、半開きだとね、いけますか、歌詞、大丈夫ですね、もう感覚うろ覚えでやるから、でシャボン玉飛んだ、いきますね、待って、怖い怖い怖い、で、松岡美里さんで、シャボン玉、どうぞ。シャボン玉飛んだ、屋根まで飛んだ、屋根まで飛んで壊れて消えた。素晴らしい、ありがとうございました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 。今のが最後の曲になります。はい、シャボン玉ってもうちょっと長かあれなあれあれ、そうか、風風、はい、もうこれ以上歌わせないでください、もうやめてください、いやでも結果的にはノーダメージ、そうですね、ノーダメージでしたので、ここから先ダメージ食らった方がもう、うわそうか、あーなるほど、時間が大事、あーなるほど、今じゃあ防ぎまくってるってことですか、はい、やばいじゃん、私じゃあこれで決まるじゃん、よっしゃ、じゃあこれいこっから、そうだね、これいきます、はい、ダダダン、やだやだ、クセ歌唱、ねえやだ、あんたじゃん、それ童話桃太郎の一番をパンクロックバージョンで熱唱、ね、できていたらノーダメージ、できていなかったらダメージ1、やだ、本当にやだ、パンクロックです、パンクロックって何、もうパンクなロックな嫌で、ね、桃太郎、桃太郎、桃太郎ってなんだっけ、咲いた、桃太郎さん、桃太郎さん、お越しに続けたきびだんご一つ私にくださいな、まで、まあ、よし、パンクロックバージョンでね、パンクロックね、私が思うパンクロックで、うん、いい、わかった、いくよ、続いては早瀬ゆきみのパンクロックバージョンの桃太郎だ、どうぞ、ふぅー、みんな盛り上がってる、拍手して盛り上がってる、イエーイ、1、2、1、2、3、4、ドゥ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 
モブタロさん、モブタロさん、はい、私に溶けたキビダンゴ、イエーイ、私くださいのプリ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 、待って待って、やったー、もうやだよ、バンバンは認めてほしい、これはとっても頑張っていたけど、できていたらだからパンクロックじゃなかったと、やるに決まってるじゃん、これこれで恥じらいない女の子すごいです、いないですからね、そんな女の子はすごい、やりきれてなかったといやでもね、最高だった、本当こちらのフロア盛り上がってた悔しい、マジ悔しいな、ってことは、はい、決まったんだもんね、そうだよ、あそうだ、そうか、もうだから時間だから、ゆきみちゃんがダメージ1、うん、松岡がダメージ0 で、 ゼロで松岡の勝ち、イエーイ、もうじゃあ時間ないからね、いや、もう一回やりますよ、もう一回やりますよ、はい、ゆきみちゃん、勝者がね、なきゃいけないんですよね、指定したやつをできるんですよね、私のはこれかな、これかな、なるほど ね、 ね、へぇー、やだな、あーやばいよ、それ私めちゃくちゃ今言おうと思ってモノマネって思ってたんですよやばいよいや、これは、うん、ゆきみちゃんはなぜまさおくんをこうチョイスしたかって言ったら、うん、本当は自分が得意なんじゃないか私できるんだけどお前はどうっていうなんか感じで、ゆきみちゃんは私にマサオくんをチョイスしたと思うんです、だから、なるほど、ゆきみちゃんのマサオくんも聞こう、わかりました、いい、まあ、私あのしんちゃんの現場行ったことありますから、おお、そうなんですよ、それは強い、これはしんちゃん出てますからね、大丈夫かな、これ言って大丈夫ですか一回この後変な空気になる、あの前にね、前に出たからね、そうね、そうね、よしよしよし、よし、じゃあゆきみちゃんマサオくんいい、わかった、いくよ、下ろすよマサオくんをね、下ろしてね、はい、行きます、ゆきみちゃんのマサオくんまで3、2、1、どうぞ、しんちゃん、もう僕もやだよって、これ誰、誰、しんちゃん助けてよ、しんちゃん、いやー盛り上がってきたぜ、いやーはい、ということですね以上、相方のことは大事に思っているけど勝負は勝ちに行かなければならないでした、ありがとうございました、いや、早瀬ゆきみ、松岡美さん、どうぞ、もしかは、してきました、もしかは第31回もあっという間にエンディングのお時間です、番組では皆さんからのメールをお待ちしております、はい、アドレスはもしかはアットマークシーサイドハイフンステーションドットネットです、どしどし送ってきてください、待ってます、待ってます、まずは番組からのお知らせです、もしかはの本編はここまでとなりますが、ニコニコチャンネル会員限定のおまけ動画がございます、YouTube でご視聴してくださった方もぜひニコニコでのチャンネル登録をお願いいたします、それから番組公式 Twitter もあります、うん、私たちもつぶやかせていただきますのでぜひフォローしてくださいね、うん、アカウントはもしかはアンダーバー YM です、です、またツイッターで番組のことをつぶやく際にはハッシュタグもしかはをつけてツイートしてください、よろしくお願いします、お願いします、お願いします、はい、私個人からもお知らせさせてください、ですね、 YouTube のジャンプチャンネルでなんか投稿されてるボイスコミックがあるんですけど、うん、私あれめっちゃ聞いてるよ、本当、うん、あれのですね、地獄のカンダタっていう、作品があるんですけど、うん、ここに慎太郎という役で出させていただいてるのでぜひ見てみてください、男の子、男の子です、ジョヤに確立してってるね、確立してるのか、そうだよ、だからさ、もう続いてこ、続いてくか、確かに某先輩方に、ね、某先輩方にね続いていきましょう、そうですね、 あとですね、もう一つ、はい、映画犬王という映画があるんですけれども、犬王、そう、犬王っていう映画があって、アニメ映画があって、うん、主役が女王蜂のボーカルの方が出てらっしゃる、そうなの、監督が湯浅監督なんですけれども、うん、この映画にですね、成子役で出させていた、成子っていう役があって、うんうん、足利義満の妻、うん、妻あ嫁役で人妻になったの、そうです、人妻です出させていただいてますので、はい、
この映画あの和製ミュージカルみたいな感じなんですけど、めちゃくちゃ盛り上がるのでぜひ見てみてください。よろしくお願いします。あ、じゃあ歌ありみたいな、そういう感じ。いや、そう、歌あるよ。ぜひ見てね。うわ、めちゃくちゃ盛り上がりますね。絶対見に行くわ。一緒に見に行こうで。行こう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 。見てください、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでね、はい、まあいろいろありましたが、いろいろありましたね。いやー、ねきみちゃんもう一つさ、はい、罰ゲームやってるじゃん。そうだね。そう、そっちの方も聞きたいんだけど。並行してね、あの名刺、そう、あれずっとつきまとってきますから。そうなんですよ、ね、なんかまたあの絵のねコーナーで折った名刺を配るっていう。そうそう、今ね現物ないんですけれども、うん、そう、あれどうですか、配れてます？1枚減った。1枚1枚減った。その1枚は誰？その1枚は近所の近所の仲良くしてくれてるおばさんがいるんだけど、その人にあのたまたま出るときに会って、うん、その人あの私のツイッターとかもフォローしてくれてて、おーおー、応援してくれてる、頑張ってるねみたいな。だから私あの名刺をねヘッダーにしてんのツイッターの、うんうんうん、そうそう、だからなんか、あ、なんか頑張って見てくれてるってことはあの名刺の存在もきっと知ってくれてるんだろうなと思って、うん、よかったらこれってなんかこうやってちょっと地味にね配ってるみたいな感じね。そう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 、こういう感じでね地味に配ってるんで、徐々に減ってきてるってことだけはお伝えしたい。え、そのおばさんどんな反応だったの？あ、これがあのこれがそんな優しいね。そうなんだよ。あとね、あの冒頭で私言い忘れちゃったんだけど、うん、あのマスクさ、ママに見せたの。そしたらまずこれはなんかピカソ展かなんかのグッズなのって言われて、あ、違うんだよ、これはゴッホだよって言って、あ、そうなの、ピカソが描いた、じゃあゴッホなのみたいな感じで、とりあえずピカソだったの、ママの印象。私はどう頑張ってもピカソだったの。そうそう、でも、いや違う、これは松岡が描いたゴッホなんだよって言ったら、なんかでも、美里ちゃんが描いたって言われた瞬間にちょっと気持ち悪く見えてきちゃった。ちょっとお母様本当にお母様今度あのお家行かせていただきますね。だからピカソだったらギリ許容できたんだよ。なんで私だったらダメだ。そうそう、松岡美里だともうダメ、気持ち悪いおじさんにしか見えない。ちょっと今度お母様の似顔絵を描きにね行かせていただこうと思います。どういうことか分かんない。絶対に行く、ね、いや今回はでもねいろいろありましたね、番組的にも ね。そうだね。そう、なんかさ、ゆきみちゃんにさ、こう、マサオくんのモノマネしてよって私ね、無茶振りされてやったじゃん。で、あの空気じゃん。まあ、あれゆきみちゃんにね、もうね、味わってもらおうと思ってね、私はマサオくんを振ったんだけどね。マサイだね。いや、で、そのあの空気ですよ。あれはひどかった。そう、で、カメラ止まった瞬間にゆきみちゃんが、松岡はこんな思いだったんだね、ごめんね。いや、あのね、あの場を経験した人しか分かんないんだよね、あの辛さは。あの辛さね。そう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 。本気のトーンで謝られてさ。あれは本当にここにいないと分からない、あの空気。いや、そうだよ。誰も目を合わせてくれない、もうなんか心のない拍手ね。もうね、ただただ鳴り響くあの拍手ね。そうそう、謝りたくもなるよね。本当に申し訳ない、あれは。いやいや、いいですよ、もう慣れたもんですよ、あの空気もね。慣れたもんですね。もういいよ、頑張りました今回は。非常に罰ゲームあり、ね、2人ともゆきみちゃん、はい、すごい頑張ってた。頑張りました。いや、はい、多分ね、うん、次もねカロリーいっぱい消費するけど、どうかな。しそうじゃない、言っとけば消費しないかも。逆にお便りとか平和のコーナーかもしれない。そうだね、でも、うん、確かに。だからそれにするためには、うん、皆さんからお便りをいっぱいもらえればお便りのコーナーができるから。確かに、だってね、せっかく来たのに読まないのはね。そうだよね。お便りを送ってください。送ってください、お便りを。助けると思ってね。助けてください。お便りいっぱい、お便りをお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで今回はこの辺でお別れです。次回の配信は7月1日です。皆さん見切りをつけないでくださいね、うん、ここまでのお相手は早瀬ゆきみと松岡美里でした。バイバイ、ま、バイバイ。この番組はシーサイドコミュニケーションズの提供でお送りしました。